どうも、アイリーチャンネルでーす。フィットネスインフルエンサーになりたい。どうやってなるんだどうやってなるんだって思うんだけど、とにかく発信を続けていこうと思って今動画撮ってるんですが、前回事業計画書の書き方じゃないけど、そういうふうな思いを持って、どんな思いを持って書くべきなのかみたいなことを話したんですけど、まあ、具体的に事業計画書ってもちろん銀行から資金調達にも使えるし、今後自分の何だろう、大きなビジョンを叶えるための一つの計画書でもあるから、絶対あった方がいいんですけど、その事業計画書をもとに結果僕たちは何をやらなきゃいけないかって言ったら、もう行動を起こすしかないじゃん。でその行動を起こす時に何をすればいいのかっていうのが非常に大事で、今からやらなきゃいけないのは、例えば今からっていうか、その事業計画書を、例えばジム建てたくて作ったよ、ジムを経営したくて作ったよって言うんですけど、事業計画書って作っただけだとやっぱり先進まなくて、それをもって銀行さんとか、もちろん補助金だったりとか、ね、助成金とかをうまく使って資金調達をするためにも使うんですけど、それがあったところで、事業が成功するわけではないので、しっかりね、事業を成功させるためにも次の動きとしては、物件をしっかり見つけて、その物件の、証券分析調査をしなきゃいけないんですよ。でその調査をしっかりして、調査何すんのかまでは細かく話さないんですけど、その調査をもとに、集客をして、で集客をして、売り上げを作っていくっていう作業に入っていくんだけど、じゃあどうやって集客していくのかっていうのを細かくね、一個一個こうトゥードゥーリストをバーって出すんだよね。やらなきゃいけないのを出すんだけど、出す前にやっぱり PDCA って言って、出す前っていうか、出しててもいいんだけど、 PDCA って言って、プラン、ドゥ、チェック、アクションっていうのをどん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 繰り返していって、行動からそのなんていうかな、利益につなげていくのがすごい大事なので、一個一個にね、こう PDCA っていうのを、立てていかなきゃいけないな。まあ、プランだよね。プランを立てていかなきゃいけないなと思うんだけど、よくここで勘違いするのが、プランの立て方が本当に間違ってる人が多いので、一つね、紹介したいなと思います。よくね、PDCA 回せ、PDCA 回せってよく聞くと思うんだけど、まずね、こう、プランの立て方がみんなちょっと本当に違っていて、例えば今後集客をしていくときに、1週間で、100人の集客をするっていう風に書いちゃうと、もう漠然としすぎて PDCA の D に回らないんだよね。 D っていうのはすること、行動することを書いてしまうから、じゃあ行動すること、じゃあ100人集めるために何ができるかなっていうのを考えるわけじゃん。むしろその行動することが P なんだよね。プランなんだよ。ここをみんな勘違いしすぎていて、例えば100人集めるために、集客100人集めるためにプランとしてポスティング1万5000枚するとか、1万5000枚するよ、1万5000枚を巻くためのどうするか、ポスティング会社頼むのか、半分なんかするのかとかね、この時間を使うのかとか、どういう時間を使うのかっていうのが、それが多分 do だと思うんだよね。みんなちょっと漠然としすぎて、そのでも1万5000枚巻くことって絶対に可能じゃない。それが P でいいと思うんだよね。可能か可能じゃないか分からんことを P に持ってくると結構こう破綻していくから、例えば何でもそうなんだけど、契約もそうだよね。いろんな契約もそうなんだけど、いつかね、例えばパーソナルトレーニングの契約数5件とかってを P にしてしまうとちょっと大変なんだけど、会員さん150人にパーソナルの声をかけるっていうのを目標にして、そのためにどうやって声をかけていくのかっていうのが Do だと思っていて、で実際できたのかできてないのかのチェック、できてないんだったらなんでできなかったのか、できたんだったらなぜうまくいったのかっていうのをチェックして、もう一回アクションに動かしていく。そういう、なんていうかな、こう、まあ、言葉でできないんですけど、ちょっと P の立て方がね、皆さん若干こう希望的観測というか、達成するかどうかわからないことを P にしているんだけど、
もう絶対達成することを P にしていけばかなりこう成果は出てくると思います。なので事業計画書立てました。で PL 損益分岐点とかもいろいろ出しました。計画だからね。そのためにできることをプランに持ってきて、あとは動くだけ、動くだけだから、個人事業主の皆さんはまず一番最初、人なんか雇っとる場合ではなく、自分の足で思いっきり稼ぎ散らかしてください。思いっきり自分の足で動かして、集客して、すべてできることは自分でやって、行動量を増やしてください、そこから効率化とか考えればよくて、最初からね、こう効率化考えてるやつにうまいこといくわけがないから、効率よりも先に泥臭く、とにかくとにかくやってみる、やってダメだ、こけてみる、こけるのも OK、 こけてもいいけどすぐ立ち上がってやればいい。なんかね、こう結構面談してるとすぐこう100点満点のものをね作ろうとするんだけど、そうじゃねん、100点のものを作るのに3ヶ月かかってしまうのであれば、60点、1週間で60点、もうすぐ提出、こことこことここダメったら、もうまたダメなところだけやればいいじゃん。もともとの60点なんかもう別にもうやれてるんだから、残りの足らない40点を1週間以内に補っていって、それでもダメだったよって言ったら、またすぐ1週間以内に補ってやっていけばいいじゃん。その方が結果3ヶ月で100点だったものが1ヶ月半で100点までいけたりするんで、そういうような PDCA の回し方をしていくと成果がどん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 上がってくるから、開業前にそういうね、こう癖をつけて、もう倒れても立ち上がるっていう、なんかもう壁なんかもう腐るほど来るから、腐るほど来るから、それを一個一個ぶち壊しに行くと。で、まあ、言い方悪いけど、ちょっと中途半端かもしれんけど、動けるならすごい動いた方がいい。そういうのの繰り返し。で、もう、100点目指して、100点だと思って行ったって壁が来るんだから、もう60点で行く。でもうやっぱ壁来るよね、くらいな感じで諦めつくじゃん。したらその壁だけ乗り越えていけばいいから、何回もチャレンジして何回もくじけずに戦っていくと力になっていくので、そうやって成長していきながら開業してったりとか経営者になってったり、ジムの開業を成功させたりしてってほしいなと、思いました。最近のこう面談の傾向でございます。はい、またね、こうどんどん細かく決まっていって、FC やるよっていう FC 契約になったら、もちろん YouTube にも参加していただきますので、よろしくお願いいたします。で、きっとね、気になってたりとかする方も多くいらっしゃるので、あれからもね、概要欄にこのホームページの URL 貼ってたりとか、公式 LINE とかも貼ってはいるんですけど、まあ、公式 LINE はあれだな、あの返答なかったけど、またあの問い合わせっていうのがちょこちょこ増えてきているので、もう全然あの気兼ねなく、別に問い合わせしたら絶対 FC やらなきゃいけないってそんな重く考えないでほしくて、それじゃなくて、こう、まあ、一つのビジネスモデルを見るような感覚で勉強だと思って見てもらうのも一ついいかなと思いますので、よかったらチェックしてみてください。2022年までに1000人の登録者数目指しております。今880人くらいです。残り120人、諦めるな俺と思ってますけど、あのなんとかね、頑張っていきたいと思います。ぜひね、応援よろしくお願いします。高評価ボタンももちろんやってくれて、やってほしいです。で、コメントもください。ぜひね、皆さんで盛り上げていってくれると嬉しいです。この業界を一緒に盛り上げていきましょう。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。